この車で良かった点でありました？一つは車高ちょっとやっぱ高いと運転しやすいなーっていうね、この車ね、あのハイエース車高いじゃないですか、はい、あ確かに、そういう点では運転しやすくて気持ちいいなーっていうのはありますね、見やすいっすね、うん、あと、はい、あえてちょっとやったんですけど、はい、見てくださいよ、あの空調、はい、これノーマルなんですよ、あの普通タッチパネルじゃないですか、はい、あえてこれ、はい、したんですけど、見た目はちょっとあんま隠れないかもしれないけど、これすっごい使いやすいんですよ。へぇ、アナログ式なんですけど、はい、タッチパネルで温度が何台かとピピピピピって何回もしたりとか、はい、これもそうなんです、温度でこうちょっとパッパッパってしたのした、意外とこれ僕ね、上級者すぐリフォーム業やってて、はい、IS 運転してたんですよ、はい、でもこれと一緒の仕様で、うん、すごい作りやすい、今までの車、デジタル式でね、温度調整とか、はい、1個ずつね、何度 0.5 度刻みでとかできるけど、風量ピッピッピッ、うん、こういうアナログの方が実は使いやすいっていうね、こうやってできる、本当回すだけ、なるほど、うん、使った人だったら見た目はデジタルの方がかっこいい、はい、けど使う分にはこれの方が実は僕が使いやすいっていうので、はい、あえてこれにした部分はありましたね。もう曖昧な、もうちょっとだけ上げよう、ちょっとだけ下げようって感じが、はい、これ使いやすい。うん、風の風量これこれ、はい、カチカチカチで。こうやって、そうですね。ここのね、はい、風の出す部分あるやつ。これも本当回すだけ。はい、すごいこれは使いやすいよ、実は。っていうのは感じてます。なるほど。はい、あえてノーマルっていう。そう。はいいいかなって、はい、うん、すごい見やすいでしょ、見て、いや見やすい、見やすいでしょこれ、すっげーわかります、後ろの人の顔ねえ、ファミだよ、めっちゃ映ってますね、めっちゃやばくない、見てほらバックモニター付きですよ、なるほど、うん、カーテン閉めたまま後ろが見れる、そうカメラついてるんで、はい、後ろがしかも明るく見えるでしょ、これめっちゃいいよほら、あいいっす、夜でもすごい鮮明、はい、最新のやっぱモニターですよ、デジタルインナーミラーと言います、で、ね、はい、バック、おお、これはまた違うカメラ、そう、ほらこれ違うカメラなんですよ、カメラ2つついてるの、2つカメラ2つついてるの後ろね、あ、これ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 、あ、これがカメラ、はい、結構わかんなくて、わかんない、うん、で、はい、運転手さん後ろ、はい、信号待ちとかしてると、はい、運転手さんの顔とか丸見えなの鼻落ちてるのが丸見えないでしょうね、うこの高額この高さだったらチューチューチューとかしてたら丸見えだよ丸見えなんだよ、ミラーだ、トラックの運転手さんとかさ結構ねバックミラーもバックモニターつけてる人いると思うよ、見られてんのかって思っちゃったもんねこれ、いや後ろのおじいちゃんおばあちゃん表情まですっげえ、そうだおじいちゃんこでチューチューしてるの分かるよこれしてないな、そんなしてないですけど普通に喋ってますけど、明るいでしょ、いや明るいし、ああこれすっごい便利だよ、かっこいいな、多いよ、本当まさかこんな見られてると思わないよ、おそらくすごいでしょ、これハイエースの高さもあるからめちゃめちゃ見えますね、これそうハイエースの後ろ止まるとき気をつけよう、ぱっと見普通ですけど、至る所にハイテク、うん、ハイテクがいっぱい入ってるんですね、ハイテクって何、ハイパーテクニックっていうのは何でしたっけ、ハイテクって、ハイテクってどういう意味、ハイテク、うん、ハイパーテクニック、ハイテク、あ、ハイテクなのですか、ハイテクなんですよ、ハイパーじゃないか、どうですか、じゃあ使ってみてこの車気に入ってます、気に入ってる、すごい気に入ってる、はい、何より、うん、僕自分ももちろん嬉しいんですけど、はい、子供がすごいはしゃぐうん、嬉しいよね、そういうのがすごい嬉しいよね、うん、この車乗るのってさ、はい、本当後ろでさすごいくつろぐんでね。くつろ。本当買ってよかったですか。だよ。もう乗れないよ。もう。口
ないな